クラスのさ、アメリカオリンピック委員会に加盟してるのは一つだけど、それがバラバラでやっぱり、アメリカ誰でもね、連盟作る。柔道は本来安心安全なスポーツであるべきだと思ってます。ですから柔道っていうのは非常に危険なスポーツというふうに今捉えてるということは残念で、そこはやっぱり日本の柔道界が挙げて大いに反省すべき点ではないかなとこう思ってます。ただもう一回言いますけど、ここ6年間ぐらいそういうですね、重大事故ですね、検討委員会というのを作って、もうど真剣になってこれに取り組んできております。こんなもんじゃないんだよ、君はね運が良かった、この手の怪我で済んで、そしてこれはねやっぱり丈夫に産んでくれた、骨が丈夫だよ。だからスポーツっていうとね、まだまだやはり、一部でかもしれませんけど、スポーツっていうのは若い人のもの、辛いもの苦しいもの、ね、勝つことが大事、結果が大事だ。スポーツっていうのは楽しいもの、ね、子供からお年寄りまで、大人も含めて障害を持った人までがそれは楽しむ権利を有するもの、他人に強いられるものでは自発的にやるもので、スポーツっていうのは、ね、仲間と喜びを分かち合い、相手をリスペクトし、そして、自分を律し、勝ち負けだけじゃない、そのスポーツが上手くなるだけじゃない、いろんなことを学べるものであろうとこう思ってます。はい、でね、目開けるとできる、開けるとね、目開けると余計なものがいっぱい見えちゃってる。はい、こう。はい、目つぶってる。はい、こう。私はもともと柔道の技術というのはしっかりと、さっきも言ったように加納治五郎先生が怪我をするわけがないと、怪我のしようがないと言っている通り、そういうもんだと思ってるんです。だけどそれは丁寧にその基本的な技術を学んでいかなければいけないということがありますけど、多分その部分の基本を飛ばして指導している指導者が、いるんじゃないのかというふうに思います。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、イエーイ。よしいいね。はい、信号じゃなくて信号。でそれはそのやっぱり昔の基本、昔の基本というんですかね、基本を丁寧にやることで勉強できると思うんです。ただそれは勝ちにつなげなくてもできると思うんですね。だからそういうものをもう一度大切にしながら、基本を大切に、基本を丁寧に練習していく。そしてまた勝利至上、勝ち負けだけじゃない別の価値もしっかりと指導者が認めてやるというようなことが大切なんじゃないのかなというふうに思います。それ何て言うんですか、体操吹き、体操吹き、頼みますよ。よーい、ドン。まあ黒帯取ったら、まあ、家族を守りたいです。まあ、今お父さん単身赴任なんで、まあ、お母さんじゃ支えきれないと思うんで、僕もお母さんの支えになれたらなと思ってます。裁判になった時に、私はもうとにかく子どもたちを守れたら安心して、子どもたちが柔道ができさえすれば、柔道を否定することはしません。息子も大好きだったはずだし。正面に
ね、たまに